皆さんこんにちは。日本ユニセフ協会大使の長谷部誠です。新型コロナウイルスは世界の子どもたちの教育環境に今非常に深刻な影響を与えています。日本では当たり前に受けられる教育、それが世界では約5人に1人の子どもが教育を受けられていません。私自身もこれまで多くの国に足を運んできました。そこでは家庭の問題、経済の問題、さまざまな理由から多くの子どもたちが教育を断念せざるを得ない状況を目の当たりにしてきました。格差や貧困の根本的な原因は、僕自身もこの教育というところが非常に大きいと感じています。私はスポーツ選手ですから、スポーツを通しての教育というものも非常に重要だと考えています。子どもたちが学校に行くことができれば、スポーツを通して、様々なことを学ぶことができますし、世界中で平等に、教育を受けられる環境が整えられることを僕自身も強く望んでいます。日本の皆さんも GPE の活動を応援するため、一緒に手を挙げましょう。